M1 グランプリって知ってる？挑戦してみないっていう話。あ、知ってる。それはあかんですよね。別にしてください。別にしてください。別にしてください。あの正直ショッピングセンターじゃないんだっていうところですね。はい、思い切って改革した方がいいかもしれないですね、これは。はい、あれ、ネバル君、はい、ネバル、お疲れ様です。お疲れ様、ネバね。どうしたネバか、うん、どうです、最近は。いや、やっぱりちょっとね、イベントがちょっとないからね、なかなかぼちぼちだもんね、なんかね。そう、ネバね。でさ、うん、ちょっとさ、相談があるというか。相談、M1 グランプリって知ってる？ M1 漫才の？漫才の挑戦してみないっていう話。納豆にだってあるのね。そう、納豆よ。いや、あれはちゃんとしたプロの人たちがこう何回も練習して出てんだよ。いや、プロの人がね、いっぱいこう出てるのは分かるんだけど、はいね、アマチュアの人もこう出たりしていいとこまで行ってる人もいんのよ。最近ね、ネバル君はさ、ちょっとテレビに出てるかもしれないけど、私も出れば私もこう知名度が上がるし、納豆がもっとさ世に広まったりさ、いい効果があると思うんだよね。相乗効果や、なんかいろいろさ。これはまあそうかもしれない。夢物語でしょ。いやいや、夢で終わらせないでさ、やっぱ挑戦してね、まあ砕かれてもいいのよ。やってみるっていうのはいいかなと思って。粘り越しね。そう、私ネタ書いてきちゃった。え、ネタ漫才の台本書いてきた。台本書いてきたね。納豆漫才ね。ちょっとまあネタを書くってことは初めてなんだけどさ、うん、意外とよくできたと思う。どう？なんかでもちょっと足りないっていうか、お兄さんの良さが出てないね。納豆兄さんの良さといったらやっぱりバツイチじゃないね、バカ。そこは良さじゃないと思うけどね。いや、だってみんなは知らないじゃない、そんな。バツイチの部分がやっぱり、あのイベントでもバカ受けするからな。ちょっと、はい、これ。もうぐちゃぐちゃだ。まあ、確かに、これが入ると、もう一個なんか笑いが生まれる感じするね。一応確認するけど、本気ってことだよ。そうよ。だって、適当にやって勝てるような場所じゃないでしょ、M1 グランプリって。じゃあやっぱり、相談したらいいんじゃない。やっぱりほら、YouTube やってる、ナイツの花輪さんとかが、相談しやすいんじゃないね、バカね。そう、私見たことあるから。ある？うん。なんかね、一般募集して、なんか漫才ネタとかね、こう添削してここがいい悪いとかって書き換えてくれたりもしてんのよ。あ、じゃあネバル君たちだってもう行ったらやってくれるし、うん、あの人は浅草の寄せ出てるっていうテレビで、ね、ああそうだよね、浅草のとこね。そこに行っちゃえばいいんじゃない。じゃあ浅草さ行ってみようよ、ちょっと行ってみようね、うん、行こう行こう。マジか、ここに行こう。はい、たかなかなかな、ほら見て浅草。あ、いや、ちょっと待って、マジで。あれ、こ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 れ、
M1 に挑戦したくて、ここに今さ目立ってたしょうがないんで、ね、ちょっとだけですよ、もう本当に暑いんで、はい、本当に2分ぐらいのネタなんで、ちょっと見ていただいて、はい、いいですか？東洋館で見ますこれ。はい。いいですか？じゃあちょっと漫才見ていただいてもよろしいでしょうか？やっぱり1回戦2回戦結構厳しいですからね、M1。そうです。そうですよ。本気でやります。本気でやります。わかりました。はい、お願いします。はい。どうもよろしくお願いします。あ、ネタルくん、ネタルくん、ちょっと2分しかないからちょっと急ごうよ、ちょっと、あ、走れるのね、ちょっと最初から走りますよ、ネタルくんね。ネタルくん、ネタル、はい、よろしくお願いします。はい、私は茨城生まれ、茨城育ち、納豆大好き、納豆兄さんです、よろしくお願いします。ちなみに、はい、納豆兄さんはバツイチネタよ。そもそももう言わなくていいか、ネタルくん。わらかぶってるで覚えてくださいね。よろしくお願いします。今日は納豆を漫才で楽しいって広めたいと思ってますねばよ。そうなんですよ。でもね、お笑いでさ、納豆を広めるってちょっと難しいと思うんですよね。そう。うん。だから、さかなクンみたいにね、何でもさかな言葉にして広めるとか、これできたらすごいいいと思うんですよね。さかな言葉ってなんだ、うん、例えば、皆さん、ありがとうございますみたいなね。そんなのね、ばるくんだって。え？お、いいね。じゃあ、ごめんなさーい。気にするな。バツイチでも大丈夫、大丈夫。バツイチで謝ったわけじゃないからね、ね、マルク。もうだいぶ納得してないんだったら納豆食って納得しろよ。だいぶ前にその気は納得したんですよ。納豆に？え、納豆に？何それ？本当に？いや、無理やりだろ、ちょっと。何それ？でもね、違うんですよ。もうね、私実は再婚してまして、え、新しいお嫁さんがいるんです。えぇ、納豆に？いや、本当にだ。無理があるんだって、それ。まあ、もし罰2になっても、うん、では諦めない。おぉ、伸びましたね、ちょっと。おぉ、すごいんだけどさ、いや、納豆の話じゃなくてさ、罰1の話メインになっちゃってるからさ。そう。うん。これは何ですか？ごめんなさい、結構。あ、この頭の部分がね。っていうか、納豆関係ねえじゃねえか。いい加減にしろ。どうも、ありがとうございました。ありがとうございましたねば。はい。ありがとうございました。はい。この2人だったら、何やるかなと思ってたやつの一番、なんだろう、やっちゃいけないやつやってました。はい、あ、そうなんですか？はい。僕が1回戦の審査員だったらもう絶対落としますね。はい、あの正直ショッピングセンターじゃないんだっていうところですね。ああ、やっぱその空気が出ちゃってます。やっぱショッピングセンターのこなれた空気感が出すぎですね。はい、思い切って改革した方がいいかもしれないですね、これは。はい、まずですね、このネバール君自体がキャラクターなわけじゃないですか。はい。だから、例えば、まあ、さかなクンとかですね、はい、トライネイズ君とかですね、こういう、なんか他の人とか、ものをやってることにちょっと違和感があるというか、こう人のことをなんかこう、いじるようなのがどうなんだろうって俺は思うんですよね。やってる内容がすごく普通の、ちゃんとしてる漫才だから、もっとなんかちゃんとしてなくても、はい、いいのかなって思うんですけどね。はい、なるほど。綺麗すぎるというか、漫才が途中でこうでかくなるじゃないですか。はい、でっかくなるのを、はい、もうみんな分かってるんですよ。はい、僕もテレビに見たことあるし、はい、だからどうせ途中でなんかでっかくなるんだろうなって思ってるから、全然裏切らないというか、思ったところででっかくなってるからだから、初めからでっかい状態で出てきて、例えば、縮んで、もうピーク終わっちゃったよとかあったら、まだ、こっちとしてはおもろいんですけど。営業の悪い癖出ちゃってるね。営業のこれ、イオンのなんか構成を、あ、そうですね。30分の構成を3分にしてるな、みたいなのは、ちょっと、個人的にはやっぱり、はい、そんなに
有名じゃない人のバツイチとか、はい、プライベート情報ってあんまりいらないかなと思うんですよ。いらない。納豆お兄さんのこと少しでも知ってもらいたかったんだよ。なんか、はい、要するにこう不倫トークのボケが多いというか、だからラジオで来た時に実はお兄さんバツイチなのよって言ったらこっちは食いつくけど、はい、漫才でわざわざこう 言ってやることなのかなみたいな。それよりはもうなんかこう単純なネタを純粋にマットを広めたくてやってきましたみたいな感じで夢を見せた方がまだ得なんじゃないかなと。お笑いができる感も少しだろうとしちゃうから、そこがいらないというか。わかります、言ってる。刺さるね、ネバル君。そう、ホッピングセンターのフリートークをネタにしちゃったって感じ。そうだよね。そこが受ける時はあるんだけど、知らないしっていう人も結構いるかも。ああ、まあ、それも途中でネバル君の歌を歌っちゃったりとか、オリジナルソングってあるわけですよね。 ありますね。の方がまだネバル君が今にやってきたぞって感じがして俺はいいんだけど、そこでも本当にあの全部歌われえ、一個も採用なしですか。ないですね、これは。さかなクンっていうのはもうオリジナルでありがとうございますって言うから成立するわけだ、はい、あなたたちが振りにされるようなぐらいオリジナル感の2分の漫才を全部一回作った方がいい。それを誰かが真似したくなるぐらいネバール君のパッケージを作った方がいい、ね、なるほどじゃないかなと思う。ああ、なんかちょっと分かってきましたね、うん、すごく大変ですけど、はい、まだ時間はあると思うので、はい、そっちの方がいいのかな。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、本当に勉強になりました、はい、はいはい。いやー、つってさ、ボロクソだったね。漫才の定義とかに一回置いといて、これバーンだね、じゃあね。納豆にさっきネバル君だけの、その面白い日本の自慢を、そうね、考えてみましょうか。そうね、作ってみましょう。ネバーネバーネバーギブアップネバーネバーネバーネバル君と納豆お兄さんのご両人どうぞ。ネバネバネバ、よろしくお願いします、ね。アイクが高い、そうかそうかそうか、口が低いもんね。あ、でもこれ下がんないんだよな、ちょっと、ちょっとだけネバルが上がってもらえる。あ、ネバー、いやいや、上がりすぎなんだよな、ちょっと。あ